32年間8054回にわたって放送されてきたフジテレビ系笑っていいともがグランドフィナーレを迎えてから今年の3月31日でちょうど10年となる。感謝の超特大号と題したグランドフィナーレでは客席に歴代レギュラー陣77人が並び、さらに舞台上では夢の共演が相次ぎ、今なおテレビ史に残る名場面として語り継がれている。オラカニュースではその時の空気感をなるべく忠実に伝えるため、当時の肩書きに準じた表記でグランドフィナーレでの名場面をプレイバックと銘打って紹介していく。豪華芸人たちによる夢の共演が実現した後には、スマップが登場して歌のプレゼント、稲垣吾郎がタモリさん本当にお疲れ様でした、お世話になりましたと挨拶し、木村拓哉もスマップ5人もきっとここに集まりし、皆様もテレビをご覧の皆様もタモさんみたいな先輩がいてくれて頑張れていると思います、本当にありがとうございますと伝えた。